こんにちは、セリカのお部屋へようこそ、セリカです。今回なんですが、前回に引き続き、続プレゼント開封ということなんですけど、まずね、ちょっと今回もね、ありがたいことにプレゼントをたくさん送ってきていただいて、今ちょうどそれを受け取りに行って帰ってきたところなんですが、プレゼントを開封する前に、本当にめちゃくちゃありがたい、本当にたくさんたくさんプレゼントをいただいて、私が本当に手が届かないものだとか、欲しくても物理的にもう売ってないとかで手に入らないものとか、本当にありがたいものをたくさんいただいて、本当にありがたい。もうツイッターとかにも私の YouTube やツイッターや YouTube とかの投稿を見てね、声をかけてくださったりする方がたくさんいらっしゃって、本当にありがたいんですが、さすがにね、私も年齢的にね、さすがに高価なものをもらいすぎというのも、ちょっと親とお話もして、せっかくいただいたものをね、持て余してしまって、お洋服とか例えば、一つ一つをね、大切に着れなくなっちゃって、量がね、てんやわんやになっちゃうと、あれなんで、本当にお気持ちありがたくて、本当に、もう、たくさん DM とかもいただいて、本当にありがたかったし、本当に、本当にありがたいです。本当に嬉しかった。本当にすごい優しくて、自分でも思った以上の反響があって、本当にたくさんたくさんプレゼントを送ってきていただいて、お気持ちも本当に嬉しかったです。で、一旦ね、この、さすがにね、ちょっと、たくさん大量にいただいて、私もね、ちょっと置く場所とかもね、ちょっとどんどんなくなってきちゃって、ちゃんとね、いただいたものは、いただいたからにはちゃんと大切にしたいので、一旦ちょっと送ってきてくださるの、本当にお気持ちはありがたいんですけど、一旦ストップさせていただきます。本当にありがとうございます。本当にたくさんたくさんね、自分じゃ買えないものをいただいて、本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。というわけで、今回その、ツイッターでもね、同じように今言ったような内容をつぶやいたんですが、今回その、送ってきていただいていた方たちのものを全部受け取りに行ってきたので、その受け取りに行ってきた分を紹介していきたいと思います。それじゃあ早速レッツゴー。というわけで、昨日と今日受け取りに行ってきて、そう、昨日と今日で全部届いたんですけど、先にじゃあ昨日受け取った分やれ、レッツゴー。というわけで今、早速っていうか、まあ外から帰ってきたばっかりなんですけど、ちょっと今受け取ってきたものをね、開封していきたいと思います。今日受け取ってきたものとかは、2名の方からいただいたんですが、2人ともね、ツイッターとかで、仲良くさせてもらっている人たちで、LINE とかでもね、喋るぐらい仲いい子からもらったものなんですけど、カラコンをね、なんか、自分が使わなくなったやつとか、開けなかったやつとかを譲ってくれて、私結構カラコンにね、ちょっとカラコン難民なんで、カラコンを使いすぎてなくなるっていう。カラコンって結構1個ね1000円とかしちゃうから、箱とか買うとめちゃめちゃ助かってます。マジでめっちゃ助かってます。めちゃめちゃ助かります。日本語ティアモのカラコンありがとうございます。マジで本当に茶コンとかね、ちょっと派手めのカラコンとかめっちゃ好きなんで使ってみようと思います。ちょっと待って、これカラコンじゃないものも入ってない？それ待って、赤コンだねこれ。うわーありがたい、赤コンめっちゃありがたい。私赤つけてみたかったよね本当に。VK メイクとかするときに使ってみます。ありがとうございます。赤コンマジで欲しかったんよね。赤使ってみたいなと思って。あ待って作っとったやつだ。ライブのときに配ってた手作りの、その子の手作りの前髪ピン、ありがとうございます。あーかわいい、ミカゼットの前髪ピンありがとう。使おう。欲しかったよね普通に。ありがとう、ライブのときに配ってたやつだ。待って、聞いてない、それは聞いてないって。ちょっと待って、すげすぎ。ルキさんの缶バッジありがとう。待って、めっちゃ、天才？何？銅像？美術作品なんだけど。ありがとう、本当に。待って、これ本当に買えなかったからめちゃめちゃありがたいんだけど。待って、カラコンだけって聞いたよ、私。大丈夫？なんかまだ入っとんだけど。ちょ、何？バックチャーム、ありがとう。めっちゃ怖いんだけど、普通にカバンにつけよう。天才？ちょっと待って、私カラコンだけって聞いたんだけど。ちょっと待ってよ。カラコンだけって言ってなかったね、あなた。ねえ、もうやだ。いや本当にこれくれた子はマジで LINE でもめっちゃ頻繁に話すぐらい仲いい子で、ありがとう、本当にありがとう。マジでちょっと本当にライブとかで会った時にお返しするわ。マジで本当にお返しする。ちょっと待って、ね
ちょっと待って、私カラコンだけって聞いた。ちょっと待って、え、待って、かわいい、マスのピック、え、めっちゃかわいいんだけど、チャーム、え、めちゃめちゃかわいいんだけど、え、待って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 、え、待って、これスマホにつけるやつじゃん、待って、これスマホリング、え、ちょ待って、スマホリングじゃんこれ、つけよう、マジ、え、待って、え、待って、私スマホめちゃめちゃガンガン落として、マジで日々めっちゃ割れるぐらいめっちゃ落とすから、本当にスマホリングを買おうかなって思ってて、え、めっちゃありがたい、ありがとう、スマホリング本当にありがとうございます。スマホリング本当に買おうと思ってたよね、 あまりにもガンガン落としすぎだなと思ってさ、いや本当にひび入っちゃって、え、ま、って待って、本当にこのくじ私できなかったからさ、オンラインダメって言われて、しかもお金もなかった、え、待って、めっちゃありがたいんだけど、ありがとう。待って、本当にカラコンだけって聞いたんだけど、私は。めっちゃ可愛いんだけど。デザイン天才じゃん。ありがとう。めっちゃありがたい。マジでありがたい。本当にありがとう。マジでありがとう。ほら、まだなんか入ってるんだけど。あ、待って、カラコンまだある。あ、白コンだ、白コン。ありがとう。そうね、私白コンをね、めちゃめちゃ使うんだけど、白コン使わないからってことで、最初ね、白コン譲ってくれるっていう話だったのよ。本当にありがたい、白コン使ってコテメイクします、ありがとう、ありがとう、待って、正座しすぎて足が痛い、ムキさんのクリアファイルありがとう、かっこいい、え、マジでこの今回のマスのこの影みたいになって赤だけみたいな感じがめちゃめちゃ好きだ、本当に、あーもうかっこいい、あーもうちょっと待って、んちゃーってする、これステッカーセットありがとう、本当に、いやマジでね、あの全部ね、ほんまに買いたくても買えんかったものたちだったから、マジで本当にめちゃくちゃありがたい、本当にありがとう、ありがとう、ポストカードセットありがとう、いやマジで本当にね、本当にね、もうね、貝がないよ、マジで本当にね、綺麗すぎて貝がないよ、いやありがとういやマジで本当に私この時全然そのガジェットを好きになって、私本当に1年ぐらいなんですよ、本当にもう本当に短いのにこんな優しくしてもらって本当にありがたいんですけど、いや本当に私が好きになる前のものとかファンになって、これとかだって2019年って書いてあるから、私2019年多分小学生かな、小学生か中1ぐらいなんですよ、こっちのこれだから、本当にそんぐらいの時まだビジュアル系とかマンガとかじゃなかったから、まだ本当にありがたい、本当に嬉しい、本当にありがたい、マジで自分が手に入れられなくというか、もう物理的に手に入らないものとか本当にめちゃくちゃありがたい、ありがとう、待って、本当にいっぱい入っとった、ありがとう、本当にありがとう、マジで会った時にお礼がしたい、本当に、次はめちゃくちゃ可愛い、本当にめちゃくちゃ可愛いロリータの方からいただいたお洋服、譲ってもらったお洋服で、本当に着なくなったからってあの譲っていただいたんですけど、私がずっと憧れてたあのジャンパースカートなんですよ、本当にもうめちゃめちゃ嬉しい、本当にクリスマスカードみたいなの入ってた、ありがとう、後でゆっくり読ませていただきます、かわいい、クリスマスカード可愛くない、ラッピングが可愛いんだけど、ラッピングありがとう、めっちゃ可愛い、いや本当にめちゃくちゃ可愛い人で、ジェッターさんなんだけど、本当に可愛い可愛いロリータな方で、本当にその可愛い人が大事にしていたお洋服を継がせてもらえるっていうのはマジでめちゃくちゃ本当に嬉しいから、私も可愛く着こなせるように努力します、頑張る、だってうさくめちゃんめちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます、マジでうさくめちゃん可愛いんだけど、本当に、なんでこんな可愛い、なんでこんな可愛い、あなた、本当に可愛い、本当にありがとうございます、マジでめっちゃ可愛いんだけど、めっちゃ可愛いんだけど、ちょっと待って、飲む思考回路が、待って、ちょっと待って、なんかね、あのなんかジャンパースカートじゃないものがもう一個あるなと思って、それを漁ったんですよね今。そしたらあの私のずっと欲しかったガジェットのグッズが見えて、めっちゃ欲しかったんだけど、なかなか通販とか私できなくて、それで買えなかったものなんですけど、ちょっと今見えたら大丈夫かな、本当に、ちょっと待って、本当にねえ、待って、本当に待って、待って、ルキさんのベアが入ってる、ちょっと待って、ベア可愛いんだけど、
ぬきさんのベアありがとうございます。待って、本当にベアめちゃくちゃ欲しかったよ。本当に次ベアが出た時には本当にお金を貯めてマジで頑張って買おうと思っとって、本当にありがとう。めっちゃ大事にする、本当に大事にする、めちゃくちゃ大事にしてずっとこいつと音もする、もう一緒に旅するこのこと、ありがとう、本当にありがとう。待って待って、本当に欲しかったんだけどこれ、嘘だろ、え、マジで、え、本当に、え、待って待って、本当に欲しかった、本当に、え、本当に欲しかったの、本当に欲しかったから、え、待って、嘘だろ、めっちゃ可愛いんだけど、本当に可愛いんだけど、ちょっと待って、本当に可愛い、ありがとう、ベア大切にします、マジでありがとう、本当にやばい、語彙力、本当にもうね、一人一人ね、なんかね、もうね、気遣いがすごい、気遣いじゃない、もうプレゼントしてくださる一人一人からすごい優しさを感じる。ちょっと待って待って待って、2個目もらってありがとう、これもうこんなんもう本当に何個もらっても嬉しい、本当にありがとう、めっちゃ可愛いよね、本当にデザインが、ありがとう。ちょっと待って、聞いてない聞いてない聞いてない、待って待って待って、足痛い足痛い足痛い、待って本当に神なの、え、頭飾りまでついてるの、待って、本当に本当に想定外なんだけど、ありがとうございます、大事にします、めちゃくちゃ可愛い、本当に可愛い。そしてあのジャンパースカートなんですけど、もうねこの時点で可愛い、よいしょ、ちょっと待って、足のしびれ方が半端じゃない、もう心臓なんか振るもんじゃない、よいしょ、見えるかな、めちゃくちゃ可愛い、本当に大事にきます、本当に、私黒ばっかだから、本当エンジとかもいつか挑戦してみたいなって、赤も着てみたいなって思ってて、ほんまにこんな形で叶うとは思ってなかった、しかもビビードルジャンパースカートが手に入るなんて、本当にありがとうございます、本当に大事にきます、ありがとう、本当に、しかもその可愛いロリータさんのお下がりが着れるとかマジで本当に幸せです、マジで大事に可愛く着れるように頑張ります。このね、はしごレースが本当に可愛い、ありがとうございます、本当に大切にきます、よいしょ、ありがとうございます、本当に、はい、というわけで今日ね受け取ってきた分を紹介していきたいと思います。わかる？まず箱がニルニルなんですよちょっと箱がニルニルなんですよ。2人に行ってきて、あの動画にもよく出てくる仲いい空と一緒に行ったんですけど、郵便局で受け取りに行った時に持ってくる時に、あ、ニルだってお手紙いただきました。ゆっくり読ませていただきます。ありがとうございます。マスクだからちょっと表情が分かりづらいかもしれない。この方はあの YouTube を見ていただいて、私の YouTube がおすすめに載ってきたらしく、それでお声をかけていただいて本当にありがたいです。書いてある言葉がいちいち優しすぎるよね。チョッパーがまずアルゴンキンなんですよ。中のものはアルゴンキンじゃないんですけど、チョッパー、アルゴンキンのチョッパー可愛いな。ちょっとチョッパー本当にまた部屋の壁に飾ります。ありがとうございます。うー、濃い、ブラックピースのあのコートありがとうございます。ちょうどこれからのシーズンにめちゃめちゃちょうどいいんで大切にいっぱい着ます。待って、めっちゃ可愛い、後ろがめっちゃ可愛いんだけど、見て、本当に後ろのこの編み上げがめちゃくちゃ可愛い。後ろがこれは土産になってて、ここがめちゃめちゃ、この前がめっちゃ短くて後ろが長いんですよ。これが本当にめちゃめちゃ可愛くて、ここのフリルとかも本当にめちゃくちゃ可愛い。 ありがとうございます、本当に大切にきます。ブラックピースナーのコートを譲ってくださるっていう方だったんですが、あのおまけを入れましたってあの連絡をいただいたんですが、どう考えてもおまけじゃない量入ってるんですよ。袋がビビアンナ、袋がビビアンナ、え、待って、どういうこと、これ中にビビアンが入ってるってこと、どういうこと、ビビアンのカバーありがとうございます。ちょっと方針なんだけど、え、待って、ほんまにビビアンのカバー、え、待って、ビビアンなんだけど、ビビアンのカバー本当にありがとうございます。待って、ビビアンの袋も大切に使わせていただきます。この巾着も本当に何かに使おうかと。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ニルツアー、ちょっと待って、ニルツアー、ニルツアーってこのあのニルよね。ちょっと待って、めっちゃ前じゃん、
待って、どういうこと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 、え、待って、待ってよ、待ってよ、待ってよ、なんでよ、ニルツアーのマフラーってどういうこと、ちょっと待って、やだ、デザイン可愛いやだ、もう、え、待って、ニルツアーってめちゃくちゃ前やん、待って、ブラックモラルなんだけど、可愛い、マフラーめちゃくちゃ大事に使います、ありがとうございます。ちょっと待って、本当にデザインが可愛いんだけど、ここに十字架があるのがバリ可愛いんだけど、ニルツアーってやばいじゃん。ということはニル当時のものってこと、あのツアーやりよった時のものってこと、生まれてない、本当にこういう私が本当にもう本当にめちゃくちゃちっちゃいとか生まれてないとか本当にそんぐらいの時期のグッズとかくださるの、本当に私がどうやっても手に入れることができないものとか本当にありがたいです。当時のものをもらうの本当に嬉しいし、本当にありがとうございます。あとのカンカンありがとうございます。なんかちっちゃいアクセサリーとか入れようかな、ありがとうございます。あー、ベロワのリボンかわいい、ありがとうございます。多分コートと素材が同じなのでコートと組み合わせて使ってみようと思います、ありがとうございます。プランのネックレスめちゃくちゃ可愛いです、ありがとうございます。本当にロリ服とかこういうお洋服とかにも合いそうでめちゃくちゃ大事に使えます。ネックレスって私そんなに数持ってないんでありがとうございます。いや、おまけがおまけじゃない、もうみんなそうなんだけど、本当におまけがおまけじゃないよ、本当におまけがおまけじゃなさすぎる。そのさっきこれを受け取った後に空と一緒に中身を見たんですよ。その時にこのニルニルニル入ってるって言っていやーって言ったんですよ。だって本当にデザイン可愛い、もう見えてる、こんだけでも可愛い、もう可愛い、もう可愛い、もうやだ。ちょっと開けてみます。ニルニルやばいやばい、ニルニル本当にやばい、あーもうやだもうやだ。おててだってなんだ、おててだ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます、本当に大事にきます、マジでありがとうございます。ニルニルのノンティいただきました、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いじゃない、ここめっちゃ可愛いんだけど、もう天才、もう可愛い、本当に何これ、本当に可愛い、本当にもう天才、本当にありがとうございます、マジで大事にきます、ありがとうございます、本当にもうやだ、なんかもうこれなんか一個一個ちょっと小さいお手紙じゃないけど説明がついてるんですよ。本当にそれを見るたびに一つ一つ本当にありがたすぎて優しさが詰まってる、そこで余計感動しちゃうんだけど、ちょっと待って、これ本当に開けられないんだけど、もうもはや開けられないんだけど、ナインスツアーの時のベアちゃんセットいただきました、ありがとうございます。ベアちゃんやばい、本当にベアちゃん欲しかったから本当にやばいんだけど、本当にやばいんだけど、本当にベア、本当にベア欲しかったのになかなか買えなくて、セットなんか本当に到底値段的にもね、私の今のこの財力じゃ買え、なかなかね欲しくても買えないから、まずさ、まずさ、ここが可愛いじゃん、ちょっと反射がすごいんだけど、まずここが可愛くて、そんでここも可愛くて、そんで後ろも可愛いのよ、パッケージの可愛さが天才すぎる、やばっ、ドキベアちゃんめちゃくちゃ可愛いんだけど、ありがとうございます、本当に大事に大事に一緒にお出かけしたいと思います、本当にありがとうございます、めっちゃ可愛いんだけど、え、可愛いえ、可愛いありがとう、本当にベア欲しかったから、本当にベアがさ本当に可愛いんだよ、本当に可愛いんだけど、2018年で私多分小学生だったんよね、本当にありがたいです、本当にありがとうございます、本当に大事に一緒にお出かけでもあのお手紙に書いてあるんですよ、ありがとうございます、本当にいろんなとこに一緒に連れて行きたいと思います、本当にルキビアちゃんと一緒にいろんなとこに行ったりライブに行ったり旅したいと思います、本当にありがとうございます、大事にします、本当に大切にします、ありがとうございます、本当に今までいろいろ送ってきてくださった方とか、あの DM くださった方とか、本当にありがたかったし、本当に嬉しかったです。
本当に自分じゃ買えないものとか、本当にこの年齢じゃ到底手も届きもしないものとか、本当にたくさんたくさんいただいて本当にありがとうございます。本当に嬉しかったし、本当にめちゃくちゃ幸せです。本当にありがとうございます。もらったものすべて自分で頑張って管理してちゃんと大切にします。本当にありがとうございます。ここまで見てくださった方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。